練習後に来ました、はい、練習の時にチームに連絡があって、チームの練習終わる時に、青さんの動機が選ばれて、はい、頑張ってこいと託した、まあ、思いとしては、まあ、選んでもらったからには結果として応えたいですし、まあ、自分の強み、あとチームを代表してきてますので責任頑張ってプレーしたいなと思います。対人、空中戦、まあ、人に対するってところは僕の強みだと思いますし、そうですね、フィジカルコンタクトも負けないところだったり、ボール出しのボール、まあ、そういうところは自信を持っているところなので、そうですね、存分にアピールできればいいなと思っています。まあ、でも試合に出て結果を残す、それが全てだと思いますし、まずこのチームが僕個人というよりもこのチームとしてこの2戦結果を出す、それが森保監督、この日本代表の初陣として大事だと思いますし、まあ、僕らはそこの結果を追い求めて、トレーニングですり合わせてコミュニケーションを取っていい戦いができるよう準備する必要があるので、今そこに向けてやっていきたいなと思います。